東京写真記者協会は、日本の首都圏に本社を置く新聞、通信など33社で構成する団体。協会員は、加盟各社の写真記者、カメラマンを対象としている。英文表記は、東京プレスファタアグロファースアソシエーション。2018年創立70周年を迎え、会員数は2018年現在、約600人。 東京写真記者協会は1948年5月に発足した。当時、日本を占領、管理していた連合国軍最高司令官総司令部が新聞発行を検閲しており、GHQ の担当部署の新聞課が取材統制と窓口一本化を図り、米国ワシントンにある写真記者協会と同様の組織を作る努力を、と日本側に指導、申し入れた。 これが、協会発足のきっかけとなった。設立には共同通信社初代写真部長の中田、吉人が尽力。中田は1930年、内閣総理大臣、浜口祐子の東京駅銃撃をスクープしたカメラマン。なお、GHQ による占領の終了後、協会はニュース写真取材を公平かつ円滑に行うための調整機関として再発足した。 以後、時代の目撃者として、自主取材を原則に、人権を尊重、良識ある公正な取材活動を堅持している1998年11月9日には、教会設立50周年の記念祝賀会を、東京プリンスホテルで開催した。その際、来賓の総理大臣、小渕恵三は自らカメラを手にして、会場の報道陣を逆に撮影してみせる、名カメラマンぶりを発揮。 その、オブチの姿を、福岡大英ホークスの大貞治監督が、撮影して見せる珍場面があった。協会は、毎年、優れた報道写真を選び、東京写真記者協会賞と、各部門賞を送る。グランプリをはじめ受賞作品は、報道写真展として、巡回展示。報道写真で一年を振り返る、年末の恒例行事となっている。 平成最後の東京写真記者協会賞は、産経新聞東京本社写真報道局の宮崎、水穂記者が撮影した、復興の色東日本大震災から7年。若葉色に透ける、玉の浮き玉を模した、ストラップ、群青色の海を一望できるよう開けられた、傍聴堤の大きな窓、黄金色に輝く大船渡湾を背景に走る、BRT。 赤紅色のステージで踊るスパリゾートハーヤンズのフラガール、白道色で入り組むように立つただし通漁港の傍聴亭で構成される5枚の組写真。東北地方3県を取材し、被災地の復興へ向け、変わりゆく景色や人々を色彩で表現した。2018年の報道写真展は、2018年12月18日から、日本橋三越本店。 12月27日から、静岡伊勢丹、2019年1月12日から、日本新聞博物館で開かれ、協会賞グランプリの宮崎記者の作品を、はじめ、約300点が展示される。野球写真展の開かれる、野球伝道博物館また、同様の報道写真展として、2015年から、毎年末に、野球報道写真展を、 公益財団法人野球殿堂博物館で開いているプロ野球の名シーンを展示しファン投票も実施ベストショット・オブ・ザ・イヤー2018を決めるもので野球殿堂博物館との共催2018年は12月15日から翌2019年3月3日まで開催される産経新聞1998年11月10日 長官東京写真記者協会首相ら招き50周年、祝賀会キャノン、キャノンギャラリー東京写真記者協会創立70周年スポーツ報道写真展、スポーツのドラマ時代の記憶キャノン、キャノンギャラリー東京写真記者協会創立70周年スポーツ報道写真展、スポーツのドラマ時代の記憶協会の概要系 写真記者協会産経新聞1995年11月21日長官、不法、中田義次氏安泰、トルド東京写真記者協会、産経新聞1998年11月10日、長官東京写真記者協会首相ら招き50周年、祝賀会産経新聞2018年11月27日長官グランプリに、本誌、復興の色東京写真記者協会、 産経スポーツ2018年11月30日、旧会場法野球報道写真展、企画展、公益財団法人野球伝道博物館。ありがとうございます。